何も見えんもん。本当は帰っちゃダメ。これまっすぐ行くっちゃろ。いや、このルートはちょっと無理かな、これ。おい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 、急がないとだぞ、ちょっと。潜水橋まで 1.8。 ほんと作っちゃろうね。こんなとこでなんかまたロープみたいなのがあるぞ、あそこに。よいしょ、危ないな。なんか動物乗ってんだ。裏ゲートの、よし、スタート。いや、大城だけだな、では。お、あと3まで 14.8 か。あ、結局結構あるんだな。あれ、米塚ですね。米塚が見えるね。うんうん。おお。雲で隠れて見えませんな。おお、いっぱいいるじゃないか。すごい。みんなこっち向いてる。かわいい。あら、おい。こんにちは。おお、辻。霧島岳の山頂はもう見えませんな、雲で。寒寒。米塚、とてもとても、あの上がくぼんでるようには見えないんだけどな。ここから見るとてっぺんがへこんでるの分かるね。一応火山だもんね、これ。この上に頂上は霧が晴れないかな。裏からこう登るかな。先々週はここから出てきたんだな。立野駅の方から来るとここに出て、ここからもうすぐ草千里。そう、草千里は遠くないな。うん、着いた。よいしょ、これ右に行ったら先々週行った道やな。草千里の方に降りる道で、すぐだよ。ここから島岳山頂、20分ぐらいかかることになってんだな。よし、ほら、烏帽子岳があれですね。結構高いだ。待って、ほら、階段になってんだね、こっちは。
落差線類も見えんかとなった。どんどん雲がかかってくるな。これ上がってくる一方だ。いよいよあそこかな多分。よいしょ、そこかな。なんかゲートがありそう。裏世界のゲート。おお、頂上。島だけ全然来た。ここでちょっと13キロ2時間30分1041メートル上昇。何度今。お、20度だ。うち、あとこれから30度の方に行くぞ。こっから行けるかな。本当はこれ、これ本当はぐるっと見えるんだよね。確か。高間ヶ原だ。見えるはずなんだよな。あと山頂見えない。いや、こっちじゃないぞ。ちょっと違う方向に行っちゃったな。ぐるっと回るのか。結局あこっちか。そうかそうか。ああ道間違ったな。結局元の道に戻ってきたってことか。まあいいか、それに戻るか。あ、これさっきの階段だもん。よいしょ。なるほど、そこ行くのか。この道を登っていくんだな。あ、登って降りて。あと3丁。ちょうど今、3時間。もう、そこから降りていくんだろうかな。よし、回復した。よし。コミコ加工群か。あ、これぐるーっとこの道行くと結局木島岳の山頂まで行くんだ。これはいいか。草千里が見えますね。そこに見えるのがヘリコプターだ。霧で飛べないんだな今な、きっと。お、あそこが阿蘇山頂の駐車場だな。あそこまで行けば水がある。きついな。ああ、もうちょっとだ。ここが羽毛町っていうんだ。中岳河口へ。よいしょ。ヘリが来ました。霧が上がってきたから。ね。なんか動物の声が。さよ。裏ゲートのところで聞いた。ここは川か。ああ。みたいだ。おお。聞いたまえ。
校から1キロ範囲内立ち入り禁止レベル2で、まあ何なんだろう、レベル2か、 一部通行か。中岳まで4キロか、ここから道で1時間で行けるか。中岳から2時間で降りていけるか。あー、なんか道が外れてる。なんかそこから登って越えていくのか。繋がるか。じゃあ、合ってる。よいしょ。なんか硫黄の匂いがしてきた。いつの間にか道外れてるもん。あっちだ。上になんかあるな。あそこに、あそこに行くのか。あそこまでとりあえず。よっと一段落か。あれだ、まだか。あそこ誰かいる。あ、違うか、看板か。あそこで一段落か。はあ、よし、合ってる。あと 2.8 キロか。今ここか。で、中だけ。なんかあそこに看板がある。中岳左。お、降りるのか、降りるのか。よいしょ、下がってと。よいしょ。これなんだ、ここは。ここからさ、こっち合ってるのかな。合ってるかな。南だけ。砂千里ヶ浜で。本当はなんか見えるんだろうけど、全然見えねえ。あ、結構人がいるな。多いぞ、木星みたいな。あ、つって書いてる。多いね。映るか。あ、こっちじゃないのか。なになになに、こっちでか。お、こっちか。おお、こっちか。よいしょ。お、なんか思ったより、思ったよりちょっと、マジやった。よいしょ。お、波だけごときと思ったら、よいしょ。本当はなんか、こう、なってるんだろうけど。見えねえ。左って書いてるか。中だけは。え、こっち。
ち？あっちやろ。これは登山道っていうか噴火の後の道をそのまま、もう少しかな。おいしょ、意外と恐るべし南だけなかなか、これ全然つかねえ。南だけはまだか。南だけもうそろそろかな。なんかそこにこう絶壁っぽいのがあるけど、涼しいけどな。涼しいけど、よいしょ。まさきに止まってない。こっち、何これ。こっち行くなってことか。おお、これか。見えませんな。何も見えんもん。本当は怖いっちゃうね。中崎はやっぱり登るのか。あ、でもなんか、うわ、うん、よいしょ、頂上じゃないのか。おお、中岳か。1506と。おお、そうね、累積で今1719だ。分かったね。これまっすぐ行くっちゃろ。いや、このルートはちょっと無理かな。これ分からん、全然分からん。わあ、ちょっと合ってるんだよな、これで。散歩になった。これなんとか道というか、またこれがなんだ、この何これ。うわ、もうちょっと晴れてたら。ここ行くの？あそこをのじ登るってこと？おりゃ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 、大丈夫かい？滑るもんな。なんじゃこりゃ、こうバーッとこう水が流れるみたいな。か、この1時間を40分もかかってんだ。おい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 、急がないとだぞ。ちょっと、よし、潜水鏡まで 1.8。 ほんと作っちゃろうね。こんなとこでなんかまたロープみたいなのがあるぞ、あそこに。よいしょ、危ないな。一つ、何どう行けと、どう行けと。要は下に降りるんだな。よいしょ、これを持ってこっちを降りる。滑る。
無事通過するかと思った。よいしょ、やだなここは。よいしょ、あ、立ち入り禁止。よいしょ、潜水橋行ってない。さっきから 100? まさかでしょ、ほんと全然進まんもんな。もう7時間もなるぞ、やばい。まだここか、潜水橋まで。これやったらあと65分標準で、その後1時間40分標準で宮地駅まで。とこっから宮地駅まで標準タイムで2時間40分つうことは、今2時だから4時半過ぎ、4時40分。なんだこりゃ。わあ、あそこまだここ越えていくんだな。はあ、よし、ないな。よいしょ、怖い怖い、こっちから行こう。なんか看板が、本当は景色が見れば綺麗なんだろうけど、あの世だもん、あの世。裏席よじ登れということですよね、これは。よいしょ、まあ楽だな、こっちの方。おっと、普通の道っぽいのが出てきたぞ。よいしょ、今ここ、潜水橋までまだここか。こっから40分で潜水橋登山口、潜水橋登山口から1時間40分で宮地駅と、20分で行ってやる、潜水橋まで。わあ、なんかこれ溶岩が流れていったような道なね。すげえ、よいしょ、すごいな。これは50メートルずつ立ってんのかな今。あと 0.75。 まあ嫌だな、このまたデコボコした溶岩が。よし、ここであと400。おお、これであと簡単だな、これあとは。よし、来たね、20分ちょっとできたね。よしよし、 OK OK。 よいしょ、あ、わかった、これロープウェイなとか、なんかロープウェイって書いてたもんな。そっかそっか、昔ロープウェイがあったんだな。違うかな、自動販売機ぐらいあるかな。こっから宮地駅まで標準で1時間40分とだけ、どんぐらいかな。あった、自動販売機あった。よし、これで行かるぞ。本当は中岳の火口ってこういう風に見えるんだ。へえ。そうなんか。潜水橋。これなんか、あ、この下がなんかあれなのかな。川の音がする。
なんだこりゃ。モスクですかこれは。怪しい。結構古いもんな。取り壊してるのかな。どこだ。これの関係か。おお。宮地駅はどこでしょう。ね。ぐるっと回るわけだな。まだ先は長いぞ。今3時10分で電車が16時23分か。あと1時間ちょっとだから、こっからあと5キロ。なんでこんな真っ赤なんだろう。手が赤いちゃうかな。んで。結構いいのかな。逆に。また牛がいっぱい出てきた。あっちにもいる。こんにちは。どうも。まだかの。いや、ち。阿蘇家の墓地。阿蘇一族ですか。ここがゲートですね。よし。31キロ弱、8時間40分超え、1810メートル累積上昇量。よいしょ。